僕はあの世田谷出身なんで世田谷で探したいけど多分土地高いですよね <laughs>。レーシングドライバーの千代勝勝正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、最近よく年金や副業について耳にしますよね。はい、今お送りしてますこちらの YouTube チャンネルに出演されている。 高橋陽一様もお話ししていたんですがサラリーマンで働いているうちに自分の好きなことや趣味を見つけて定年後に継続して自営で働き続けるということがおすすめと話しししていいらっしゃいました、はい、千代さんはレース以外に例えば音楽ですとかご興味のあることってありますかそうですねあの もともと一番好きなこと、まあ、車でレースを仕事にしたので、まあ、次に何をその仕事にとか趣味にって思うと結構僕は休みの日サウナに行ったりするの好きなので、はい、温泉とかサウナとかあとこうなんかあの最近だと貸別荘とか借りれるじゃないですかそういうところに泊まりに行ったりとかするのは結構好きですねはい。 結構家見るのも好きで、うんうん、あの。なんか引っ越すわけじゃないんですけど。はい、なんかずっとこう。ネットで。いろんな間取りみたいとか。なんか。結構車と。もともと。家が結構好き、好きなものでした。うん、はい。今住んでらっしゃるお家。って何かこだわりってあったりするんですか。はい、今住んでる。お家はですね。はい、あの。キッチンが。 何ていうんですかカウンターキッチンというか対面キッチンななんですよんか料理してる人にセグの顔をけけれるのが僕嫌でそれでそうしたんですけどまあ僕全く料理しなくて <laughs> あんまりその, <laughs> あの実際実践なんですが活用できてないんですけど理想を言えば家にジムがついてるみたいなとかあと車好きなんで、はい、あのやっぱりその家から出ずにあのガレージだったり駐車場に行ける。 とかは結構重視します。<laughs> はい、なるほど。最近は不動産投資家の方も増えていらっしゃるということなんですけれども、はい、まあそのあたりについて勝美さんいろいろ教えていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。あの弊社はまあ不動産あの管理会社ですけれども、最近はあの本当にサラリーマンの不動産投資家と言われる方が増えております。あの不動産投資家、不動産投資とはですね、まあ簡単に申し上げますと。 マンションやまあ戸建てを購入したり、まあ土地をですね購入してその上にえアパートやマンションを建築してでいわゆる第三者の方にですねえっと賃貸をして家賃収入を得るとえといったことを不動産投資とあの言われております。毎月いわゆる家賃収入が得られることからですねあの他のいわゆる投資商品の中でも安定したえ投資方法と。 いるかと思います。まあそれで副業として不動産投資家の方が増えているということなんですね。そうですね。うんうん、なんか賃貸ってこう借りる側の立場しか知らなかったんですけど、そのもちろんその賃料を払ってる相手が、えー、不動産投資をされていて、まあそこをそういう方がやっぱり。 ここの世の世中にはたくさんいいらっしゃるっていうことううでですすよねそうですねそ、はい、やはりあの借りる方というのがあの一般的な皆さんのこう認識かと思うんですけども、はい、当然ながらその借りる方の住んでいる建物を所有されている方が、はい、あのいらっしゃいます先ほどサラリーマン投資家というのはどちらかというともう一からですねあのもう物件を購入したり土地を購入したりという方が非常に近年増えていると感じています。なるほど その不動産投資って具体的にはどんな種類があるんですか、はい、あの不動産投資で、まあ、多いものがです、ね、いわゆる分譲タイプの区分マンション、いわゆるワンルームマンションですね、いわゆる一室を購入したり、あとは中古の、えー、一棟のアパートでしたり、マンションの購入、あとは、えー、先ほどお話をさせていただきました土地を購入して、ですねその上に 建物を建てて、えー、家賃収入を得るといった、うんまあ、いろんな種類が不動産の種類といってもです、ねえー、いろいろな種類がございます、うんまあ。こういった家賃をちょっと収入を得るということをインカムゲインとあの言っておりますけれどもあの一方で,です、ねえー、いわゆる売却建物を所有して売却で、えー、利益を得るというのはキャピタルゲインと言います。ちょっと難しいちょっと言葉なんですけども 私たの者のキャピタルゲインはですねあのその建物を売却して利益を得るといった商品でございますので少しですねハイリスクハイリターンとあのよく言われておりますですのであの初めて投資をされる方ですとかまだあの投資をされて間もない方っていうのは少しちょっとリスクが高いんではないかなというふうに考えていますいやなんかあの今お聞きした中で、うん、その まあ分譲のワンルームを自分で購入して人に貸すのとやっぱりその1等丸,丸っていうタイプとかで何かこうそ,のそれぞれのメリットデメリットってどんなのがあるんですかそうですすかそうね、あのー、先ほどのとおはワンルームマンション一、はい、室から始められるので手軽にこう、あのー、スタートするにはまず一室からちょっと始めてみるっていう方も 多くいいらっしゃいます初心者の僕らにはすごく手の出しやすいというか、はい、不動産物件ってすごくこうあの高級なイメージというか、うん、なかなか個人で所有するのって、うん、マイホームとか一生に一度の買い物みたいな感じがするんですけどそういうワンルームとかだと割とその手の届きやすいところにあるというところがいいってということですね。そうですね 非常に入り口としては入りやすいあの種類の、はい、当選の種類だと思います、はい、一棟ですとか土地からですとかっていう場合はそ,そのワンルームでは得られないなんかこういい部分があるというかそうですねやはりあの建物一棟あの中古のアパートでもマンションでも購入できるということは、はい、あの将来的にその土地 土地も合わせて所有できるということになりますので、あの建物が例えば古い場合です、でもあの建て替えをしたりですとか、なるほどはい、今後の活用というのは非常に幅広くなってくるのがいわゆる一棟のアパートマンションかなというふうに考えてますが、最終的には売却っていう手段も方法の一つであるかと思います。それが先ほど言ったそのキャピタルゲインが生まれる。そうですねはい ただその建物がもちろん古くなったらその分価値は下がるからなかなかそこでこう利益を出るっていうのは難しいですよね。あの建物がどうしても古くなってきますと建物の価値というのはあの自然にやっぱり下がっていくことはあるんですけどあの土地は今ここ数年やっぱり少しずつ地域によりますけどもあの値上がってる地域もすごくございますのであんまりこうトータルであの 価値を見るとですね、はい、あんまりこう購入したときと変わらないケースが後ろ値が<ー>値段が上がって売却のときに利益が得られる場合もございます。はい、その辺はあれですね、プロの目というかアドバイスがあるとありがたいですね。すね全然わからないですね。はい、ワンルームのマンションですとまあどうでしょう。あの数百万円から購入できるマンションもございますので、なんか勝手に。 すごくこう動産って聞くだけでなんか4桁万円ぐらいのイメージをしてしまいますけどすその数百万円からあるんですね。そうです、ね、へえ<ー>キッチンにこだわってらっしゃるとおっしゃるんですけど、はい、そのワンルームだけ買う時でも、まあ、そういったリフォームとかをして、まあ、売りに出すってことも全然皆さんいらっしゃるんですかあ リフォームを前提に購入される方もいらっしゃいます。当然リフォームをしていただくと次の第三者の方に貸し出すときに非常に借り手がつきやすいというのもありますので、まあなんか水回りとか、はい、結構綺麗な方がいいですもんね。水回り大変ですよね、うんそ。そこで結構選ぶかもしれないですね。はい、そういう意味ではそのでもなんか古いマンション 古いアパートを買って、綺麗にして、それを売却するってなんか。あの、本当に専門の不動産業者さんがやられてるようなことなのかなと思っていて。はい、それが個人投資家の方も、結構そういうことを、あ,はい、あの、し<構>ている方もいらっしゃるんですね。いらっしゃいます、はいえー。全然知らない世界です。はい。これ、はい、なんか水回り以外に、どういったところが、よく見られるポイントなんですか。 一番やはり間取りですかね。それ、うん、がこう生活をする上で。あの皆様こう実際に引っ越しされる前というのは、あのお持ちの家具をテレビをどこに置いたとかですね。<ー>ベッドをここに置いたりとかって、こうやっぱり想像ができるように。あの間取りっていうのは非常に重要視される部分が高いですね。はい、僕もめっちゃ間取り見ます。<laughs> すはい。自分が借りたいと思う間取り。はい。っていうものを選ぶのが大事ですかという。それは一番間,間違いないかと思います。 でも例えばワンルームから例えば 1LDK とか何 LDK ってあるじゃないですか、はい、やっぱどのタイプが一番その需要が多いんですかあのこれはもう地域によってですねその町にどんな方が住んでるかとかですね、はい、そういったのもこう事前にこう調べられるとあ<ー>そこの地域に合ったあの間取りっていうのも分かってくるかと思いますので。なるほど そういった向けを先に調べてですねご購入するっていうのも、うんまあ、安全な投資 <laughs>、はい、なんではないかなと思います例えば学校が近くにあったら、うん、ファミリータイプがやっぱり必要になの、うん、でさっ、ねはい、駅から近ければこう社会人の方向けにあとはあ大学とかがおったらワンルームとかあとは親御さんが心配されるんで オートロックがないととかそうやって頭でこうなんかどういう人が住むのかなって想像すると、はい、確かにどういう物件が必要なのかなっていうのは自然となんかやっぱり一般の人から見ると難しいっていうところがあったと思うんですけど不動産投資をする上で価格のほかに注意する点って勝美さんあったりします、うん、あそうですすねあの、ま、購入する前にあのやっぱり一番 もうお話出てます。価格というところはやっぱ気になるところではあるかと思うんですけど、はい、あの中央さんよくあの販売のこうチラシで、はい、あの利回りという言葉を見た,、はい、見たことありますでしょうか。はい。か、はい、えっと。 八パーセントとか五パーセント三パーセントなんか何点何パーセントそうですねあれってどういう意味なんですかはいあれはですねあのいわゆる投資したあの元本の収益を表す数値数値になってるんですけどまあえっと利回りと言いましてもですねあの主にちょっと三つほどありましてよくあの数字その数字の横に書いてあるんですけれども表面利回りと言われるものと実質利回りいろいろものと想定利回りと ちょっと似たような表現でちょっと記載がございます、はい、気にしていただけると、あの実際購入するのにる、えーまあ、まず判断のポイントとして、利回りの数字を見ていただくというのは、大事かと思ってます、はい、その利回りというのは、えー、とその物件価格に対して、えー、と1年間の利益、よくご存知ですか、はいあの。実際、えー 一年間のですね家賃収入に対して実際購入する金額をですね、はい、割った金額がまあリマーの数字なんですけれどもまあ、はい、例えば極端な話ですけれどもえっと一年間で100万円の家賃収入がございますと、はい、で物件購入価格は1000万円でしたはいそうすると利回りル10 10%10% はいなるほどよる10年であ簡単なちょっと計算かもしれませんがまあ10年で 10年でその物件の購入価格をまあえ支払えるということですね、その利益がその予定通り入れば、でそ,のそれに対してその表面利回りと実質利回りというのはどう違う違んですか、はい、あ表面利回りといいますのが、今お話をさせていただいた単純に1年間得られる家賃。 はい、に対して物件購入価格を割った金額というのが表面利回り、うんはい、実質利回りというのがです、ねまあ、今後、もし千代様がご検討されるのでも実質利回りという数字をちょっと気にしていただけるといいのかなと思うんですけど当然ながら家賃収入以外で、えー、物件を購入するとです、ね、例えば、えー、銀行さんの方にお借り入れ融資でお借り入れをした場合は<ー>銀行さんに毎月お支払いをしなきゃいけないと思います。 当然なががら物件を購入すると税金が上がってい,ます、はい、いわゆる諸経費といわれるようなマイナス支出の部分があるんですけども<ー>得られる家賃収入に対して、えー、そういった支出の部分を差し引いた残った金額に対して購入金額を割った金額というのが、うん、なので表面に回りより数値的にはですね多分低い数字になるのがあの実質利回りなんですけど、うん、よりその 今後経営していく中で重要なちょっと数字ではあるかとかその固定資産税がかかったりとか、はい、その銀行さんの、えー、と利息だったりとか、はい、毎月かかるもちろんエイブルさんにお支払いする管理費だったりとかあ、えー、あのそういう経費を引いた<の>要は残った本当の利益が実質に回るですね。はい、そうですね、はい、だからあのか チラシにその利回り10%って書いてあったとしても、はい、そこから、えー、と実際にいくら残るかっていうのを計算するときには、はい、その経費を差し引いて、ね、実際の数字を見抜いに行くとより購入前の判断基準のポイントになるかと思いますで先ほどちょっとご案内させていただきました最後の「えと想定利回り」って読んで字のごとくですね、はい、想定なので、はい、いわゆる入ってくる家賃をですね あかじめこう、はい、特に新築物件とかに多いんですけれども、はいあのー、家賃をこのぐらい入ってくるであろうと、はい、想定した金額で算出しております、どちらかというとあんまり当てにならないえそうなんですので気をつけていただけるとよろしいいかなと思いますじゃあそ,のその家賃で本当にか借り手が借りてる、はい、くれる方がつくのかは実際貸してみないとわからないそうですねその金額はこう、はい、常に流動するということですね。はい ああなるほどうう勉強になりますねはいちなみに勝美さん購入する前にやっておいた方がいいことってあったりするんですかあそうですねあの今お話も出ましたけども事、はい、業のシミュレーションというのができた方がよろしいかな,なるほどシミュレーションというのも言いますとですね購入予定の金額 を例えばご入力をしていただいて先ほどお話が出ました、まあ実際に入ってくる家賃銀行さんの借り入れの返済額とか先ほどの諸経、えー、費ですねマイナスの部分を、えー、収入と支出をこうデータ上にさせていただいてそういったことで年間ごとに計画を立てるというのは非常に大事かと思います。今です、ね、あのそういったあのアプリ とも、はい、あの実はございまして、ええ、そうなんですか皆さんでもこうダウンロードしていただければですねもうすぐにでもこうシミュレーションができるようになっておりますので<ー>、はい、具体化してなくてもですね、はい、このマンションがいくら5000万円で売ってたらと思ったらじゃあ5000万円でじゃあ家賃収入はどれぐらいかなというのも計算が簡単にアプリ上でもできるようになっておりますので<ー>多分あの事業、事業収支とかですね、はい、シミュレーションみたいな形であると多分、いろんなアプリが今ございますので。 えそれはありがたいですね。はいうん、あとはあのー、購入を検討している物件でしたり、お土地の周辺の地域ですね、いわゆる周りの、うん、あのー、賃貸市場をですね把握していただくっていうのは大事かなと思います。うん、あのー、その町々でですね、町の特色がございますので、うん、その町がのまどんな町なのか、はい、でその町にはどんなあのこのうちどれの人口が 住んでいて、えー、どんな属性の方が住んでいるのかとかですね賃貸としては結構あの経営する側としては結局に大事なポイントではあるのでうそういったところは事前に、えーまあ、購入検討の物件がありましたらですね事前にこう見ていただけるとといいのかなればでもまずはあれですか、はい、やっぱり自分のし知った土地というかう住み慣れた土地の近くで、はい、そういう。 えー、投資物件の購入を検討するのが一番その失敗しないというか<あ>リスクが低いもう本当ににまさにその通りだと思いますなんか確かにローカルなその自分の知ってるやっぱ駅3駅4駅ぐらいってやっぱりじなんだろうなその人が多い駅と少ない駅とか、うん、繁盛している商店街とかなんか染み込んでますねそうですよね。 で駅の南側がいいのか北側がいいのかとかも、はい、多分住んでる人しか結構分からなかったりするじゃないですか。ま、はい、まさにその通りだと思いますよくね、物件なんかで言うと駅と徒歩10分とかってありますけども、はい、あの今、千代様がおっしゃってた通り、まり、あ、北と南でこう雰囲気が違う街っていうのも結構ございますので、うん、果たして10分が本当にいいところなのかというのはなんか幹線道路とかを渡らなきゃいけないとかだと、はい、急に遠く感じたりね。 あとは最近だとあれです、ね、水害のその問題とか、はい、なんか災害のハザードマップでしたっけそうですねとかも結構見、はい、見て選んだ方がいいんですか、はい、そういったところも結構今自然災害は本当におっしゃる通りで多いので少なからずやっぱり投資したこお建物がそういった自然災害に合う可能性っていうのも当然あると思いますのでそういったやっぱりリスクの部分というのも考えていただくと。 より良いい投資がでできるんではないかなかと思いますじゃあ僕はあの世田谷出身なんで、うん、世田谷で探したいけど、うん、多分土地高いですよね <laughs> <に>土地も高いかもしれませんがあの人気がすごい高い所ですので<ー>賃料も高い、うん、あそっか <laughs>、はい、うまくバランスが取れればよろしいんではないかなと思います、うん、なるほどちなみにあとその土地勘以外に大事なことってありったりしますか、うん、そうですねあとはあの 先ほども少しちょっとお話をさせていただきましたけれども、まあ、中古物件でもですね、うん、あの古いお建物でもあのいわゆるリフォーム、うん、リニューアルを前提にですねあの購入したりというのは一つポイントかなと思いますあの古くなればあの購入価格もあの下がってきてると思いますので、うん、あえてそういったあの建物を購入して、えー、リニューアルさせる。 もしくは将来を見据えていわゆる建て替えですね建て替えを視野に入れながら購入するのもあの一つかなというふうに思いますなんかちょっと想像がついてきたんですけど、はい、そのじゃあそのいいその投資というかその効率を考えるとなるべくその古い物件を安く買ってた方がその利回りが上がるわけですよね。はい なので,ですけどどれぐらいまで古いまあでも建て替えとかを考えればそ古くてもそんなにそうですねあの結構例えば木造のアパートみたいなものでも、はい、あの木造ってよく100年、はい、住み続けられるっていう話もありますので、はい、一概にこう古いからだめですよっていう話はないかなと思います。 あとはメンテン,はメンテナンスをそうですね今までにどれぐらいあの持たれて所有者様がうメンテナンスをやっ,てやってもらってたとかですねそういったところも事前に購入する前にはある程度こう不動産屋さんから教えてもらったりというのができるかと思いますのであの車も一緒ですね。やっぱり手をかけてる車は、ね、やっぱりなんていうんですかねずっと古くなっても価値が下がらない車とか、ね、あむしろ価値が上がる車があったりとか。 するんですけどやっぱりなかなか手がかかってない車はやっぱりさびちゃったりとか、はい、もうちょっとだんだんこうもろくなっていっちゃうんですけど家もやっぱりちゃんとメンテナンスしてれば古くてもちゃんと人が住んでくれるというか。ということでいろいろとお話伺ってきたんですが、はい、千代さんいかがでしたいやもう あの全く知らない世界で、うん、あの僕はそのレーシングドライバーとして、はい、やっぱり現役いつかは引退が来ますし、うん、なんかそういう安定的な収入ってすごく魅力を感じるんですね。うん、でやっぱりただや素人が手を出したらなんか失敗するじゃなないかって世界んでもこうやってお聞きするとやっぱり自分の目で見て感じて多分その土地勘とか割と。 素人目線の方があの失敗しないような、はい、ただもちろん応募はできないかもしれないですけど、はい、なんかそんな気がしました、はい、そういう目線も大事ですよね購入者お客様の立場に立って考えていただけるパートナーをちょっと見つけていただくっていうのは非常に大事かなと思います、うん、あの例えばですけどもあの銀行さんからお借りをする場合は融資が当然ございますのでまあ銀行さんの あのを持っていただく必要もあると思うしうあの不動産の場合税金のところも絡んできますので例えば税理士さんですとかあとは跡地のもののような購入した後にですに、ね、任せていただく不動産の管理会社さんえでそれぞれ分野の,です、ね、あの専門知識を持った方といえば信頼を受けるパートナーを見つけていただくということはです、ね、あの投資をしていく上で非常に成功の秘訣なのかなと思いますので。 ぜひあのさんがです、ね、ご興味あれば <laughs> お力になりたいなというふうに思ってい,ますいやもう僕は <laughs> エーブルさんというね最も頼もしいパートナーをすでにあのこうしあの知り合えたことは本当に、はい、あの心強いですしその管理会社というその部門に関しても、はい、やっぱり僕たちがもし投資物件を買ったとしてもやっぱり僕も本職があるので。 その物件を、まあ、見に行ったりとか、はい、掃除したりとか、うん、多分自分でやるのは本当に限界があると思うので,そう,で、ね、そういうのをもう一括して管理してくれるってこといこですよね今ちょっとおすすめさせていただいているのはあの一般管理と呼ばれるものとですね、はいはい、お部屋がそのお建物の中で空いた場合に関しては、うん、やはり家賃の空室というのが一番気にされると思いますので。あその 間は家賃基本的には入らないんですけどもその空いたお部屋に対してですね家賃保証いわゆるサブリースと言われるものをですねえセットしたちょ我々ちょっとハイブリッド商品と呼んでますけどもえそういった商品もあのご提案も可能でございますのでそういったところは非常にあの強みかなというふうに思っておりますーエーブルさんがあのその空いた部屋も空いてる間も保証してくれてそれはすごく。 ありがたいですねいますよねはい、まだまだお話伺っていきたいところなんですが、はい、そろそろお時間が来てしまいますついついすいませんあのいえいえ気になることをたくさん質問してしまいましたははい。はい。不動産投資についていろいろと教えていただきました千代さんそして克実さんありがとうございましたどうもありがとうございました